さあちょっとね僕もねよくわからず開いてしまったゲームなんだけど面白そうやったんよなんかね自分のパソコンかなブラウザーで開くゲームで可愛らしい絵が写ってたのではいやってみたいなと思いますこの再生ボタンクリックすると何かが出てくるらしいんだけど僕もよくわからんマジでよくわからんアップデート <laughs> そっからやればよかったねなんで黒いところからてんてんとやり始めてしまったんだろう反省しよう1時間ぐらい反省したいとしてということでじゃあ今から 1>, 1時間反省しますありがとうございました <laughs> それじゃあやっていきましょうか。アップデート。パソコンか。パソコンアップデートするために何かをやらないといけないのかね。じゃあゲームスタート。なんや、なんか出てくんのか。ああ、出てきたね。アップデートするために。これはだいぶ古いかな間もなく再起動の時間です。お使いのパソコンは15分で再起動が始まるご主人、ご主人、誰だよ、おめえ <laughs> いきなりすげえ口が悪くなってしまった。再起動ですよって。あと15分後に再起動されるって。どうするアイフル。あいふる みたいな犬が眺めてるよ。こいつ、うるさいな。パソコン買い替えたら、初期設定でついてきたんだよな。ああ、よくあるパターンのやつね。音声認識的な。どうやったら消せるんだっけうざいよ、お前。もうキャンセル。あ、の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 ,の,の,のどっちの選択がこれない三つ選択がある。こいつボタンを押したらなんか絡まれそうやな。どうしよう。大学のね、4もぐらいの感じ。よ、よ、とかじゃなくなっちゃう可能性ある。だるいやつや、だるい生徒のパターンになっちゃうかな。あ 何ですか僕にご用ですかおいろいろでもあるじゃんえー、パソコンについて悩み検索したいポメ君について知りたいことはないお前は一体誰なんだえー、なんてことでしょう僕にご興味が何が知りたいんですか君は誰君を消したい知りたいことだよ君を消したいだったらさすぐね消えるんじゃないのまたまた冗談を全然面白くないです <laughs> くそうぜなんだこいつえー、消えてくんないのもうウイルスじゃんそこまで来 たらポメ君ウイルスだよ君はかなり外いだよこんな呪われたパソコンも初めて Windows な、ね、君は誰じゃあポメ君と申しますオスの可愛いポメラニアンです自分で可愛いって言うなあなただけのバーチャルアシスタントですよもうええわ <laughs> どうですかお暇の時にまた話しかけてくださいねいやもうええじるっていうボタンあるちょっとまってこれもうこれ絶対ボタンを押したら さあこうバタンってなるよね。ゲームオーバーが目に見えてそうなんだけどやってみていいご主人再起動しますってば言ばいいかけ作業をやめてください。ああなるほどね止められうるさいな本当にダメだったかノートパソコン自体はとしられないと再起動は後にしたいなっていうことはじゃあえじゃあこれは何こいつじゃあ話しかけられるとダメってこと何かご用あはいはいじゃあこのこのパソコンについての悩み。み、えー、まずは再起動してほしいんです ですよ僕、怒っちゃいますよ。僕がキレてただよお前、お前が怒っちゃいますよの前に僕がキレてるんじゃ。なんやねん、お前。検索したい。調べるか。まずは再起動してほしい。僕、泣いちゃいますよ <laughs> どうしよう、なんだ、このパソコンもう、売っていいかなヨドバシカメラとかで、ね、このもう、泣きながら僕が泣いて売っていいかなこいつのこのパソコン。知りたいことないよ。暇な時あ、もう、無理じゃん、じゃあ。えー、ポメ君についての、な、な、あ、遊ぼうってコマンドあるわ。遊ぼ ミニゲームをしますか <laughs> はいしかだって選択しないんだもんなはいではまずは再起動 <laughs> どんだけしたいの何が起こるのこの再起動でもしかして言葉が通じてませんか設定から言語を変更できますよクソ煽られてんだけどこいつうますぎる人を怒らせる才能がありすぎるわ天才かもしれないマジこいつ腹立つなぁじゃあだからもうするかうんこう諦めてあでもこいつめげない主人公だいぶめげないね じゃあまたポメ君かもうあとやることないでしょうパソコンについて悩み検索したポメ君えないよもうなんだどれだあソぼうはどうですか再起動が優先だもんねミニゲーム <laughs> ダメだできないわどれだえー、知りたいことはない。 あなんかツイッター出てきたよ <laughs> ポメくん、ハッシュタグこいつマジで邪魔消したいって押しても消えない <laughs> ポメくん可愛いけどちょっとだけ邪魔だよハッシュタグポメくんで埋められてる。やっぱこれ嫌われてるよポメくんの消す方法からん、ポメくんってどうやって消すのってみんな言ってるやん。みんなも消し方は気になってんじゃん。こいつマジでうるさいよなあ、一個増えてたんだね。ご主人いい加減にしてくださいそろそろ作業やめて一度保存をしてみませんかあの だが前に再起動の時間を忘れてひどい目にあったの僕はしっかりと記憶していますよあれは確か2021年1月6日午前の2時およく覚えてるなそのタイムまで気持ち悪いわストーカーかよ僕はあなたが心配ですありがた迷惑で,で何それもツイッター <laughs> 僕も書きたい。僕ももうツイートしたい。悪口書きたい、この子の。このもう愛くるしい顔が逆にもううざい。最近動後にしたいんね。めげない主人公バーサスポメ君検索したい。ダメでしょこれはもうダメ。ポメ君新機能について。はい。僕に新機能が実装されています。更新情報からぜひ確認してみてくださいね。え ここで教えろよ、えー。正論すぎる。確かに。こいつやっぱめんどくせえな。またもっとなんかは話さないといけないのかな。君を消したい。知りたいことはない。ああできるようになった。パソコン。さっさと終わらせたいな。この後バイトもあるし。あご主人。僕の言うことを聞いてくださいよ。一度保存してパソコンの再起動とアップデートを終わらせてから作業しましょう。何度言ったらわかるんですか <laughs> またかよ。あとちょっとで終わるんだって。アシスタントどころか、ただ邪魔してるだけじゃん。AI だから話も通じないし、そりゃみんな消したくもなるわ。こいつただただ喋って、す 怒るめんどくせえなあ。もうでもいい,い,い。こいつがんムチし,して適当に押して。とりあえずもう再起動するあツイッター。あ来きたピエンだピエンのアイコンがいるなにこれ消してほしいって意見を送った。主張強すぎ。<laughs> アシスタントならアシスタントしろ冬か快開発の苦労ユーザーの意見を尊重しろやあツイッターの本人からこれ。開発者のくろも知らないで。ハッシュタグ、ポメ君 <laughs> あ、どんどんできてんじゃんポメ君邪魔なのは事実だよね。 ポメくん批判どころか、中傷している人なんなの好きな人もいるんですけど。あ、この子はいや、わかんない。運営がこれ作って言ってるのかもしれない。だって、だいぶうざいぜ、これ。ポメくんごめんだけど、消させて、とてもストレス。<laughs> みんなまだアップデしてないの再起動して、更新しな。あ、そうすれば治るの荒れてるな本当にどうやって消すんだろうお、消える。もうご主人いい加減にしてください。話を聞いて。あー、もうなんなんだよ。また邪魔すんのかよ。お前のせいで終わらないんだよレポートの期限まで。 明日なのにねご主人僕はご主人を悲しませたくないんですお願いですご主人どうか僕の言うことえなんか物語あるんじゃないこの子もこの子でえどういうことなんだろううるさいなあだったらお前を保存しておけよあえええ,え15分経ったってことあ何怖い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  アップデートしてます。電源を切らないでください。20%。マジかよ保存してないんだけど最悪だあいつがうるさいせいじゃんあーデータ消えちゃったのか、レポートの。やばい。データ消えた。もう無理だ。やめよ、レポート。提出するのちょっとバックれるか。ちょっとなあ。さすがになもうこれ以上はちょっと進められないからなぁ。100%。ええ、どうなるのこれ。アップデートが完了しました。クリックしてください。本当に最悪だ。一生懸命レポート作ってた時間な。 なんだったんだよえマジ終わっちゃうのあなんか違うブラザー来たよあれ何あでクリックあれレポートを保存されてんじゃんこれ保存してたっけよかったラッキーいいねあれでもあの子ポメ君いないそういえばあいつはアップデートが完了しました詳細を確認更新えー、まるまる製品をご利用ありがとうございますユーザーの皆様のご意見を尊重し今あ今回のアップデートによりえアシスタント a ポメくんは廃止させていただくことになりましたなお新機能としてえ,ー、えアシスタント AI ポメくんに実装された自動保存機能について設定画面からほうご主人ご主人僕に新機能が実装されましたよ作業中に保存しといてって言ってくれれば突然パソコンが強制終了してもご主人の大切なデータを僕が一時的に保存しておきますぜひ声かけてくださいねってお、あ消えたえおっと えどういうこと <laughs> えまあ、終わったんだけどちょっと待って。何を意図としてのゲームやったのこれ。t 球ボブレイングポムポム。えエンドなんだそりゃ なんかエピソードエンディング2個とかないのかね。終わっちゃったよ。あれもう一回クリック？2周目に突入？そういうことではないよな。あ、お、クー,ー。待ってどういうこと？これスタート？えどういうこと続きから？違うわ。おお。 ちょっと感じだよねね画面ね通常エンド一つと隠しエンドがあるってで通常エンドはこれは通常エンドあとのタイトル画面でどこかをクリックすると隠しエンドが見れるそういうことでじゃあちょっとやってみるか隠しエンディングで本当のなんかことがわかるのかねなんかどっかにどっかに裏のボタンがあるらしいからあご意見はこちらまではあえ なに<何>開いたけどご意見こちらまでで黒くなってるはあアップデートしてます。電源を切らないでください。これは何の時なんだろう。最悪だよみたいなレポートしてなかった的なの時話なのかなこれでパソコンが開きます。アップデート完了しました。クリックしてください。クリックします。えで,でもデータ残ってんじゃんのふりじゃん。詳細確認確認する。過去の更新を見る。 おーなんか出てきた <laughs> ちょっと悲しかったけども寝ててこなくてちょっと嬉しいな。はじめましてえ何なにこれご主人ご主人初はじめまして。前の話なしおが変わってるはじめまして。またまたご冗談を設定画面から表示するを選んでくださってありがとうございます。もし僕が不要になったら表示しないを選ぶか僕に声をかけてくださいね。っていう。 しかしご主人はずいぶんと僕が恋しかったみたいですね。 <laughs> おなんて冗談です。ねえご主人僕のうみの親へご意見送ってくださってありがとうございます。勇気を出して温かい言葉を送ってくださった皆様のおかげで改善を加え僕はここへ戻ってこれました。一言だけポメくんが大好きと送ってくれた方もいました。一と一つだけなんだ。一 <laughs> つだけね。大半ははもうほとんど消えろ言うてたけれどもお前なかなかみげめげなかったな。僕ののの親の代わりに改善点を考え って一生懸命手伝ってくださった方もいましたあその人はいい人だねそしてご主人あなたがいましたあ、僕もそれの一位だったやもしそのご意見番でも良くなればいいよっていうのでもこいつうざいって言ってたもんな <laughs> <laughs> そんな皆様に救われて僕は今ここにいますなるほどそういうことかどっちかの選択で最初はもういらないってなっちゃったから画面から出てこなくて <laughs> あまあ新機能どうのこうの言ってくださいって言ってたけどやっぱポメ君は星 欲しいよって言ってたから画面に現れることができたのかなわかんねえけど知らん。改 <laughs> では改めて自己紹介を僕はあなただけのアシスタントアシスタント AI ポメくんです。今回のアップデートによりご主人のパソコンへお邪魔させていただくことになりました。どうか末永くよろしくね。っていうエンドなんだね。なるほど。あ終わったわ。はあ僕はじゃあこれはハッピーエンドだったのか今見たのは。助けてあげたいポメくんのこと。でもあいつうるさかったけどな、相当 <laughs> 相当 うるさかったけどセンキューフォープレイングポンポンムあー最後まで遊んでいただきありがとうございますでもちょっと可愛かったねいう感じでありがとうございましたちょっとちょっとねほのものとしたまったりしたゲームやったらツッコミの衣も満載だったし普通におもろかったわ 最後まで動画を見てくれてありがとうございますこの動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますチャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてくださいそしてねツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ